ある少女とドラゴンの物語。竜と人との間に生まれ、竜皇女として育つ少女。ある日、竜である父から自身の分身体ともいえる古竜を友として授かる。しかし、竜皇女を支配しようとした国王に古竜を殺されてしまった。少女は嘆き、悲しみ、怒り狂った。父より受け継いだその力で、国王と十数万人の国民もろとも一国を滅ぼしてしまう。すると少女は魔王へと開花し、それに伴い古竜は奇跡の復活を果たしたのだ。だが、死と同時に魂を失った古竜は破壊の限りを尽くす意志なき邪悪な魔物、カオスドラゴンへと変貌していた。少女は嘆きつつも、かつて友であったカオスドラゴンを封印し、これが魔王となった竜皇女の最初の偉業となった。物語はこれでおしまい。一国を滅ぼし魔王に進化、それに伴い傷のある古竜は復活した。確かに魔物たちは意味不明に進化する。名を与えただけで大騒ぎだった。しかし意志なき魔物になられても意味がない。んこの町は今結界に覆われているでしょ。もし死者の魂がこの結界によってとどまっているとしたら、国絶命した者の魂は本来拡散消滅しますが、二種の結界に阻まれ残存している可能性があります。その確率は 3.14%。 円周率並みとは。いや違う、逆だ。蘇生できる可能性が 3% 以上もある。俺が魔王になりさえすれば。